宮崎大学のマルチメディアスタジオから健康や医療に関する情報をお伝えする元気通信。今回は絵本の読み聞かせについて、宮崎大学教育文化学部附属教育実践総合センターの竹内玄淳教授にお話をお聞きします。よろしくお願いします。早速ですが、竹内さん、こちらの絵本の読み聞かせ、一体どういうものなんですか？まず読み聞かせというものをどう捉えるか、読み聞かせの前提からお話します。はい。家庭での1対1、学校や図書館での1対大勢、さまざまなパターンがありますが、読み聞かせは子どもからの働きかけに応える活動です。私は目の前の子どもたちが、ねえ面白い本ない、ねえこの本読んでとメッセージを発しているから読み聞かせを続けています。子どもが一人で本を読めるようになるためだとか、子どもを読書好きにするためだとか、大人からの働きかけていくものではないのです。そういった理由で読み聞かせをすると、子どもたちは親のそうした隠れたメッセージを感じ取って、読み聞かせが嫌いになっていきます。しかし、子どもたちの働きかけに応えていくといってもとても難しいですよね。例えばお子さんが絵本を持ってきて、これ読んでと言われても、お母さんがちょっと待ってね、今忙しいの、ということもあるんじゃないかなと思うんですけれども。確かに手を止めてたった3分絵本を読んであげる余裕が今の母親からはにはないかもしれません。ただそのことを母親の努力の問題ではなくて、親子を取り巻く環境に目を向けることが読み聞かせに取り組むということです。成果を問われないという時間が子育てにあるということがとても大切だと私は感じています。では竹内さん、この読み聞かせなんですが、どんな効果があるんですか？冒頭で少しお話をしましたが、まず読み聞かせの前に効果を期待すると、子どもたちが読み聞かせを嫌いになります。ただ子どもたちが目の前にいる、その理由だけで読む、その結果自然と効果が出てくるのです。読み手の立場と聞き手の立場に分けて読み聞かせの良さを挙げてみました。読み手の立場から音読することで脳の活性化につながる、心の安定などがあります。はい。読み聞かせの時間を設けるということは、心に余裕が生まれるということで、生活がうまく循環していくことにもつながります。また聞き手、主に子どもの立場で言うと、楽しい時間をもらうことができる、強いては人への信頼感も生まれていくと私は思います。では実際に読み聞かせをする段階では、どんな絵本を選べばいいですか？よく親御さんにも聞かれるんですけれども、親が読ませたい本ばかりでなくて、子どもが読みたい本を自分自身で選ぶということが大事になります。例えば子どもと図書館に行って、子どもが気に入った本を読み聞かせをする。もし子どもが自分で選べない場合は、司書の方に相談してみて、その中から子どもに選んでもらうというのもいいかもしれません。では次に読み聞かせのポイントについて伺っていくんですけれども、その前に読み聞かせの実際の様子見ていきましょう。先日宮崎市の県立図書館で行われた読み聞かせの様子です。親子を中心に30人ほどが集まりました。本当に楽しそうに絵本を楽しんでますね。はい、県立図書館に限らず、最近は様々な場所で読み聞かせが行われています。他の人はこうして読んでいるのを見て、大人も楽しむことが大切ですから、図書館に足を運んでみるのもおすすめですよ。また図書館や学校で行う場合の読み聞かせのポイントをこのように挙げてみました。はい、1つ目には、読み手も事前に読んでもらうのが一番です。2つ目には、自分がどう見られているのか、子どもたちの反応はどうなのかを読みながら感じることです。まず、開き癖をつけて、めくり方に注意する必要があります。絵を隠してしまうのではなくて、絵を隠さないようにめくる必要があります。最近の本は光沢のある本がたくさんありますので、照明に気をつけるという点も重要になります。そして大人は絵より文を読みますが、子どもは文より絵を見るので、そのまま書いてある通り読むだけでなくて、事前に読んでおいて絵と文を合わせるように読む必要があります。例えば、そうともカステラ作りのグリとグラ、ケチじゃないよグリとグラ、ごちそうするから待っていて、さあできたことだぞ、グラがお鍋の蓋を取ると、まあ黄色いカステラが、というふうに読みます。なるほど、絵と文を一緒にタイミングよくめくるということが大切なんですね。
小さい子供にとって最初は絵本は噛むものであったり、いたずらするものであったりするかもしれません。そうやって絵本のある生活というものに子供たちは馴染んでいきます。絵本は読むものというよりは聞くものです。大人も他の人が読んでいる場にできるだけ参加して、読み手自身はまずは楽しんでいければと思います。読み手も聞き手も絵本を楽しむということが大切なんですね。今回は宮崎大学教育文化学部の竹内玄准教授にお話をお聞きしました。竹内さん、ありがとうございました。